チアパス FC はメキシコチアパス州トゥストラグディエレスに本拠地を置いていたサッカークラブであるエスタディオ・ビクトル・マヌエル・レーナをホームスタジアムとしていた実質的には2002年に設立された CF ・ハグアレスでチアパスが全身クラブであり2013年にチアパス FC となった2017年に解散した2002年6月27日チアパス州 トゥストラグティエレスにハグアレスデチアパスが設立された。8月3日のワンルティグレス戦が初試合となり、ルシオフィロメーノがクラブ初得点を挙げた。8月25日のサンルイス FC 戦で初勝利を挙げた。アペルトゥーラ2002は3勝7分9敗で終えた。クラウスウラ2005は6勝4分7敗で終え、シーズン中盤にホセルイス・トレホ監督が解任された。 アントニオ・モハーメド監督が就任したが、低調な成績が続いて、フェルナンド・キラルテ監督に交代し、キラルテ監督は成績を安定させた。2004年と2005年には、コパチアパスで優勝。2005年大会では、エスタディオ・ビクトル・マヌエル・レーナでクラブ・ネカクサを破った。エドワルド・デ・ラ・トーレ監督が率いた、クラウス・ウラ2006では、レギュラーシーズンで、 クラブ史上最高位の2位となり、15得点を挙げたサルバドール・カバニャスが得点王に輝いた。リギージャでは準々決勝でチーバスグアダラハラに敗れた。2011年にはコパリベルタドーレスに出場し、1回戦でアリアンサリマを破った。グループリーグでは SC ・インテルナシオナル、CS ・エメレク、クラブ・ホルヘウィステルマンと同組となり、ホーム全勝。 アウェー全敗で勝ち点9を獲得し、インテルナシオナルに次ぐ2位で決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦では、アトレティコジニオールをアウェーゴール差で下したが、準々決勝でセロポルテーニョに敗れた。2013年5月20日、ハグアレスでチアパスは、クルッポデリフィネスに売却された。新オーナーは、本拠地トゥストラグティエレスの低迷する、 観客数やスポンサー不足に言及し、ケレタロへの本拠地位点が発表された。グルッポデルフィネスの大株主のアマード・ジャニエスは、ケレタロ FC の所有者でもあり、ケレタロ FC は2012から13、シーズン終了後に、アセンソ MX に降格している。さらにオーナーは、ケレタロのファンは、ケレタロにトップリーグのクラブがあって当然と、考えていることも付け加えた。 5月28日、サンルイスポート市に本拠地を置いていたサンルイス FC がトゥストラグティエレスに移転し、チアパス FC と名を変えることが発表された。このようにして2クラブが本拠地の移転を行ったが、トゥストラグティエレスの街を基準に考えると、ハグアレスでチアパスからチアパス FC への名称変更という形となった。2017クラウス裏終了後に2部降格が、 決定し、その後2017年6月8日に解散した。ありがとうございます。